大火力を求めて恐竜的進化を遂げた機体の行く末、ダブルゼータガンダム、ファッツ、そしてシータプラスへ進化の系譜。 MSZ-010 ダブルゼータガンダムは機動戦士ガンダムダブルゼータに登場した機体であり、宇宙世紀 0088 に繰り広げられたエウーモとハマーン・カーン率いるネオジオン軍との戦いである。第一次ネオジオン構想において主に受動アーシタが登場して活躍しました。そんなダブルゼータガンダムは激化する戦争に対処するべく大火力を搭載したモビルスーツとして開発され、その後のモビルスーツ開発にも大きな影響を及ぼしました。今回はそんなダブルゼータガンダムとその開発コードシータのモビルスーツの系譜を解説させていただきます。俺受動って言うんだ、ダブルゼータで出る。宇宙世紀0087のグリプス戦役時、アナハイムエレクトロニクス社は可変機デルタガンダムの開発に取り組むも、既存のムーバブルフレームの強度不足により変形機構の導入を断念し100式を開発しました。その後地球連邦軍のガンダムマーク2を奪取したことから状況は一変し、可変機構を搭載したゼータガンダムの開発に成功しました。こうしてアナハイムエレクトロニクス社はゼータ計画を完遂したものの、激化する戦争の中ゼータガンダムの性能的な優位性は長続きせず、スターンズやネオジオン軍の新型機に対処するべくエウーモからさらなる高火力モビルスーツが求められます。こうして開発が進められたのがダブルゼータガンダムとなります。しかしダブルゼータガンダムの開発計画そのものはゼータガンダム完成の2年前から存在していたものの、社内競争や制作の遅延に加え、ジェネレーターやメガコンデンサーの実用化に目処が立たなかったので先延ばしにされていたという背景があったので、まずビーム兵器の出力向上と機動性の拡大を図るべく小型で高出力のジェネレーター開発を進めます。こうしてゼータガンダムに過去のガンダム試作3号機デンドロビウムの機体運用システムを単体で再現することを考慮して完成したのがプロトタイプダブルゼータガンダムとなります。今期は G-TOP 0型と G ベース0型の2機に分離可能なほか、合体して G アーマーまたは G フォートレスと呼ばれる形態を取ることも可能です。ちなみにアナハイムエレクトロニクスの旧ジオン系技術者経由でこの技術が横流しされた結果、アクシズ軍のバウも誕生しています。本機はあくまで変形合体の機構検証用なので武装を持ちません。また試験中に機体爆発の事故があったため、後のダブルゼータガンダムにコアブロックシステムが採用されることになりました。こうしてプロトタイプダブルゼータガンダムでの機構検証の後、新開発の高出力小型ジェネレーターを搭載して完成したのがプロトタイプダブルゼータガンダム B 型となります。本機には試作型ハイメガキャノンを搭載した頭部ユニットやビームキャノンを兼ねたハイパービームサーブレイ、そしてダブルビームライフルといった大出力ビーム兵装が搭載されました。なお漫画機動戦士ガンダムバルプルニスではプロトタイプダブルゼータガンダムから派生した機体として名称のみ登場するヘッジホッグとその回収機ファーブニルが登場しているほか、漫画機動戦士ガンダム UC0096 ラスト3ではパイロットを強制的に強化人間にするナイトロシステムをプロトタイプダブルゼータガンダム B 型に搭載した機体プロトタイプダブルゼータガンダムナイトロ搭載型が登場しています。こうしてプロトタイプダブルゼータガンダム B 型を用いて次に開発された機体がゼータプラス A2 型となります。本機がゼータプラス A1 型の頭部にハイメガキャノンを搭載した機体で、本機のデータが後のダブルゼータガンダムに反映されました。また同時にダブルゼータガンダムの簡易量産機量産型ダブルゼータガンダムも開発しています。こちらは全身各所にミサイルなどを装備し、原型機と同様の高火力を確保しつつもコアブロックシステムを廃して生産性を向上させることを目的とした機体です。ただ結果的には高出力ジェネレータの搭載が原因で開発コストを抑えることができず、4機が生産されたのみとなりました。漫画機動戦士ガンダム UC0094 アクロスザスカイではデルタカイトの性能比較用として配備され、ジオン残党狩りに参加する様子が描かれています。ダブルゼータのパワーなら戦艦だって一発でやっちゃうぞ。こうして可変合体機構や大火力兵装の検証を経て完成したのがダブルゼータガンダムとなります。ジェネレーター出力の要求値を満たすため、コアトップ、コアベース、ネオコアファイターそれぞれに熱核反応炉が搭載されており、中でもバックパックに搭載されたものは本来航宙艦艇に搭載されるほどの大推力を誇ります。
劇中では初出撃陣、圧倒的な速度でハンマハンマを翻弄するほどの機動力となっています。装甲もガンダリウムガンマを使用した多重空間構造なので、ビーム兵器にも高い防御性能を持ちます。また変形合体機構は3機のコアファイターを運用することで、コアトップ、コアベース、コアファイターという3つの分離と3機が合体した重爆撃機 G フォートレスへ変形します。 G フォートレスは大気圏突入能力を持たないものの、水中で航行することは可能であり、劇中では水中戦を繰り広げる様子が描かれています。次にダブルゼータガンダムのコアファイターには、ゼータガンダムに搭載されていたバイオセンサーを改良したものが搭載されています。これはパイロットの脳波で操縦のサポートをするというものですが、劇中ではバイオセンサーがそれ以上に受動の感情の高ぶりに反応し、巨大ビームサーベルでサイコガンダムマーク2を切り裂くなどの様子が描かれています。このように非常に高性能な機体に仕上がったダブルゼータガンダムですが、一方でその非常に複雑な設計から整備性が劣悪で生産性も悪いというデメリットを持ちます。武装としては頭部に搭載された4門のダブルバルカンとハイメガキャノン、主兵装のダブルビームライフル、バックパックに装着されたダブルキャノン兼用ハイパービームサーベルと同じくバックパック内に格納されている21連装ミサイルランチャーがあります。なおシールドはありませんが、両腕部のバインダーがシールド並みの強度を誇ります。劇中ではジュドーがダブルゼータガンダムに登場し、ガンダムチームの中核として第一次ネオジオン構想下で戦いを繰り広げていくことになります。しかしアナハイムエレクトロニクスはやがてダブルゼータガンダムをさらに超えるデキモビルスーツの登場を予見して、ダブルゼータガンダム設計段階から同時に強化プランの検討も行っていました。そんなダブルゼータガンダム強化案の中には、 G フォートレス、さらに武装を追加したスーパー G フォートレスといった案も存在しましたが、そもそもダブルゼータガンダムは可変合体機構を持つがゆえ、関節部や装甲が脆弱だったので、装甲強化、いわゆるフルアーマーが提案されていました。こうして開発されたのが FA010A ファッツとなります。ファッツはダブルゼータガンダムの半年前ロールアウトしていた機体であり、あくまでフルアーマーシステムの使用検証機なので、変形合体機構やコアブロックシステムが搭載されておらず、開発段階で選定落ちしたパーツが使用されています。試作機がゆえに頭部ハイメガキャノンは廃止されてダミーになっており、腹部にはハイメガ粒子カノンの方法があります。こちらもダミーで発砲できません。推力はダブルゼータガンダムより高いものの、全装備重量が重いので機動力が低い機体となっています。なおマスターグレードファッツの説明書によると、本機には高出力ビームへの対抗策として胸部にアイフィールドが搭載されています。武装としてはダブルビームライフルやハイブビームカノンを持ちますが、ファッツのビームカノンはビームサーベルとして使用できず、近接専用兵装を持ちません。ミサイルポッドはバックパックだけではなく、胸部装甲内や腕部装甲内にも内蔵されており、肩部にはスプレーミサイルランチャーが内蔵されています。また本機の主兵装としてバックパック右側のミサイルポッド部分には巨大なハイパーメガカノンが搭載可能。これはダブルゼータガンダムのハイメガキャノンの 60% 増しの火力を誇ります。ファッツは小説フォトストーリーガンダムセンチネルに登場しました。作中ではグリプス戦争末期、シャアがダカール演説を行ったことをきっかけに、地球連邦政府が新スペースノイド派であるエウーゴ寄りに傾くことを良しとしない連邦軍共同団の青年将校が小惑星ペズンに立てこもり、ニューディサイズを名乗って武装放棄しましたが、これを鎮圧するべく編成されたタスクフォースアルファに3機のファッツが配備されています。タスクフォースアルファのモビルスーツ戦隊司令ストールマニングスからハリボテと酷評されるこの機体は、ペズンとの砲撃戦の際にはハイパーメガカノンでの群生射撃を繰り広げるも、後の月面都市エアーズ攻防戦でガンダムマーク5の前に全機撃墜されています。フルアーマー検証試験はファッツのほか、フルアーマーダブルゼータガンダム最終実験機でも行われました。こちらは電撃ホビーマガジンの雑誌企画ソロモンエクスプレス2ザ・ミステリー・オブ・サイコミュシステムに登場した機体で、ファッツと異なり分離合体機構が実装されており、サイコミュシステムが搭載された機体となっています。ガンダム?これは。こうして数々の検証を経て完成したのが
機動戦士ガンダムダブルゼータに登場したフルアーマーダブルゼータガンダムとなります。任意にパージ可能な増加装甲を施しており、機動性を損なわないようにスラスターも増加していますが、パイロットの受動は気に入らない様子でした。ファッツではダミーだった頭部ハイメガキャノンや腰部ハイメガキャノンも使用可能となっています。ただし腰部ハイメガキャノンやバックパックに装備するハイパーメガキャノンはアニメ内で運用されておらず、機動戦士ガンダムエクストリームバーサスなどのゲーム作品で登場しています。なおフルアーマーダブルゼータガンダムに回収される際、ダブルゼータガンダムも強化型ダブルゼータガンダムとして回収されています。本機はフルアーマーダブルゼータガンダムと合わせてクイーンマンサに対抗するためにジェネレーターの出力増大やランドセルの大型化、各部スラスターの強化などが施されています。設定上はフルアーマーダブルゼータガンダムの増加パーツを除去した姿なので、劇中最終話に登場するダブルゼータガンダムは強化型ダブルゼータガンダムと紹介されているものの、作画上は通常のダブルゼータガンダムと同じのようです。こうしてダブルゼータガンダムはキューベレイとの決戦を繰り広げた先に大破しましたが、なんとか無事にネールアーナナに帰還しました。その後ジュドーと共に木星に旅立っていきましたが、 OVA ガンダムイボルブダブルドットスラッシュ視点では木星へ旅立ったジュドーが残った部位を修復した機体 GGGR として運用している姿が描かれています。こちらは B パーツの大型ジェネレーターが失われて機体出力が大きく低下した機体となっていますが、劇中では妹のリーナからのバースデーコンテナに積載されていたコアベース2号機へ換装し、再び強化型ダブルゼータガンダム本来の力を発揮しています。こうしてダブルゼータガンダムの戦いは終わりましたが、ダブルゼータガンダムの系譜である開発コードシータプロジェクトの機体として宇宙世紀 0092 にはシータプラスが開発されています。本機はシータプロジェクトの集大成として各系列機を統合して開発された機体です。ダブルゼータガンダムでは A パーツと B パーツを牽引するために2機のコアファイターが必要でしたが、シータプラスは無線誘導方式を採用しているので1機のコアファイターでシータトップとシータベースを牽引可能です。また武装としてビームスマートガンの機能を盛り込んだ改良型ハイパーメガカノンを装備しています。漫画機動戦士ムーンガンダムの作中では外郭部隊ロンドベルに配属されたサフィラガードナーが登場して戦う様子が描かれています。余談ですが、ダブルゼータガンダムの派生機体は他にも漫画やゲームなどで様々な機体が登場します。中でも漫画機動戦士ビクトリーガンダムガイデンやクロスボーンガンダムシリーズには木星爺さんことグレイストークが登場する機体ガンプが登場します。年を取ったジュドーと改修を施したダブルゼータガンダムの姿のようにも見えますが、作中ではハマアンプの最終決戦で大破したダブルゼータガンダムそのものではありえないと推察されています。またジュドーとグレイは同じ矢尾和樹氏が声優を務めておられますが、2007年発売のゲーム SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツではグレーとジュドーは同時出撃可能な別キャラ扱いされている一方で、1999年から発売開始された TCG ガンダム王のグレイストークにはジュドーは明日が場にいる時は出さないということが記載されています。このようにどう考えても同一人物と思われるやり取りも多く存在するものの、2010年以前は媒体によって設定がぼかされていますが、ガンダムエース2022年12月号で新たに始まった漫画機動戦士クロスボーンガンダムラブ&ピースではまさかのガンプに登場する木星兄さんが登場しているので、この謎が解き明かされる日も近いのかもしれません。なああんた、もしかして知り合い？今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。